バイシクルクルーバイシクーというわけで始まりました。バイシクルバイシクル安田大サーカス団長安田でございます。よろしくお願いします。この番組は北千住の千住ハウスよりラジオつくばとインターネット放送局 C-WAVE の制作でお送りします。メールアドレスは団長アットマーク FM842.jp DANCYO アットマーク FM842.jp でございます。お便り、何でもいいので、募集しております。たくさん送ってきてください。というわけで、ね、もう毎度毎度トライアスロンの話ばっかりしている団長ですけども、今日はですねトライアスロンのお話をします。やっぱり、やっぱりと言いましてももうこれがもう最終戦なんです。まあ、この放送がある頃にはもう最終戦終わってるんですけども、まあ、今撮ってる今の現状としては、明日移動、そして明後日のレースに備えるということで、今までにないパターンとしては明日が、まあ、淡路島で仕事なんです。で、自転車安全教室というか安全に乗るための、講演会1時間とで質疑応答、10分から20分なので、その後、京都のトライアスロンで自転車でこけるわけには絶対いけないという、スケジュール、そして、いつもなら、まあもう移動を、まあ日曜日のレースなら金曜日移動して土曜日1日ゆっくり、まあアップちょっと自転車バーッと走ってランニングしてで泳げるなら泳いでみたいな流れで次の日に備えるっていう感じなんです。あと、まあ先週のルール説明会があるので前日なんですけども、ルール説明会も行けない、淡路島で仕事して、京都に入るのは夕方の6時か7時ぐらいということで、先週説明会ちょっと行けないんですということで当日の、5時50分からの、説明会に行かないといけない。だレース前にそういうバタバタしちゃうとか、前日の準備ができないというのは初めて、そして、まあ、その前のレースでも中別湖、北海道の中別湖のレース行ってきたんですけども、そのレースでもその前のレース、日和佐ウミガメトライアスロンでもそうなんですけども、ふくらはぎの調子が良くない状態で、まあ軽い、肉離れだと、それでちょっとそれが慢性的になってるんじゃないかという状況なんですけども、そうで、まあとにかくこれを直してと思って、まあね、頑張ってるんですけども、もう頑張りようがないというか、ランの練習はですね、ほぼせずなんですけども、まあ、たまに走ったら2キロぐらいで痛くなって止まってとか、そして、青森の、マラソン大会に、ゲストランナーで行ってもほとんど走れない、でもあの沿道で、ね、僕が行くということで待ってくれているので、走れない中、まあ、歩きながら、そして途中はもうちょっと車の手助けもいるぐらい、十何キロなんでもうね、へちゃらゆっくりならなんぼでも走れるわみたいな感じで行ったのがもう一切走れない、怪我がない時が懐かしいなみたいな感じなんですけども、まあ、それでなんとか、青森の、マラソン大会も走りで、まあ、秘境駅なんかも行ったりね、して、やってたんですけども、そっからですよ、左の股関節が、あの富士ビジスクールで、ね、超特急の番組一緒やってたら、なんかちょっと違和感あるなと思って、で打ち上げ行って、でその後、超特急の結城と高志と、まあ帰り送ったるわ、まあ、カフェがあったんで、ちょっとまたカフェで喋ろうか言うて、カフェから立つ時になんかいたと思って、で車乗って降りて、家の階段登ろうとはもういたって上がれないぐらいになって、でまあトレーナーさん電話して、でちょっと見てもらって、で次の日で、まあまあまあ体もバキバキやなと、
はい、でふくらはぎの痛みは走ったら出るんですが、普段私生活は大丈夫やねんけど、この股関節はもう私生活でも痛いぐらいになってしまい、でもう足も組めない、足組むともうなんか響く痛さ、今までのなんか腰が痛いとか膝が痛いとかとはレベルが違う痛さが、ズキーンとくる痛さがして、でまあなんとかトレーナーさん見てもらい、でバルセロナオリンピックの時テニスの日本代表の森上さんと今大阪で番組していて、でまあ僕の怪我の状況もしていてくれたので、森上さんが現役当時見てくれていたトレーナーさん、まあ有名な方なんですけども、その方のところに熱海まで行って、見てもらい、で股関節、そして、股関節前の日にトレーナーさんに見てもらったにも今度はあの股関節がちょっと柔らいだと思ったら腰に、右の腰に来たの、うん、で右の腰の外側なんかもうお腹ぐらいが痛くなってきて、でまあそこに行って、まあ、またほぐしてもらい帰ってきて、まあだいぶようになったなと思って、その晩ですよ、昨日の晩あの股関節はだいぶ良くなったんですけど、もう腰が激痛でも眠れないぐらい痛くて、今も現状あのロキソニンを飲んで、収録をしてるぐらい、今日もねあの渋滞でちょっと遅刻したんですよ、したけどねもう走れないのよね、駐車場で止めて走ったらまたギクッと行きそうなんで、うん、だからもう普通の人の運動能力以下の、運動能力で、いやこれをどうするんだと思って、でまあ、今日の朝の現状で、整形外科で CT とか取ってもらおうと思ったんですけど、その時間もなく、で結局、まあ、ロキソニンで今、まあ、まあ効いてるってことは、まあ、腎臓とかその辺ではない、あの腎臓の恐れがあったんですけど、腎臓はまあまあまあ大丈夫だろうと、で、まあ、最近あの尿検査と、血液検査は受けて大丈夫だったので大丈夫だろうということで、もうでもこの痛さは尋常じゃないなと思っていて、まあ、この後、まあ、体ファクトリーでまた、体を見てもらうので、まあ、大丈夫だろうとは思うんですけど、さあ果たして、明日明後日まで、どういう状況でレースを迎えることができるのか、うん、で2日前かにあのトンジョって言ったら東京女子体育大学トンジョのトライアスロン部、もう日本でもレース出たらもうベスト10ぐらいには入る選手が数人いるようなチームで、あのバイク練習、そしてまあランはもう2キロぐらいでちょっとまあ足が痛くなっちゃったので、まあレース前なんで無理できないので、途中歩いたりして、でまあスイムも海でちょろっとできたので、まあいい練習できたなと思ってたらこんなことになってしまい、でもなんとなくで言うと東京女子体育大学の、トライアスロン部の自転車に関しては全然こう、まあ相手が女子ですからね、何とも言えないですけど、うん、まあでも女子といえども大学生やし、ではまあまあ自転車は通用したのかなと、はい、思います。はい、ちぎられずに最後まで行けたし、まあまあ前の方も引っ張れたし、まあでもこっからまだまだね、東京女子体育大学ぐらいはもうちぎっちゃうぐらいの自転車力はやっぱりね、バイシクルやってる人間ですから、はい、バイシクル言うててね、東京女子体育大学ついていけたって喜んでる場合じゃないです、やっぱ俺バイシクルの団長やから、東京女子体育大学にはバイシクルでは負けないよっていうね、ところは今後見せていきたいなと思います。またね、これぶっちゃけこれ3本撮りやから、トライアスロンの報告がまただいぶ後になんねんけども、インスタとか、あの辺見ていただけたらなと思います。まあまあでもバシクルでもまた、ご報告してしたいと思っておりますので、いい結果が報告できるように、はい、どこまでできるか分かりませんけども、とにかくスタートには立てると思いますので、ご報告お待ちしててください。
はい、ここからは、はい、特訓です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いやー、トライアスロンをシーズンでやるっていうのは厳しいし、半年間で、はい、やるというね。いや、そうですね。そこに挑む、日本のトップクラスに挑むというのは本当過酷でしたね。いや、やっぱりもう思ってたよりもっていうことですよね。思ってたよりも、想定外がいっぱい起きるわ。どんどん体壊しますからね。痛さが半端ないよ。あ、そうなんですか。もう何もできへんもんね。もう昨日なんて寝んのも、もう寝返りの度に目覚める。寝た、うとうとしたなと思った、また寝返り行ったら痛ぇってなんか、あの痛さで目覚める。痛さで目覚める。でその時にはもうロキソニンのそのあれがなくて、ロキソニンはあったの。あ、はい、いやけどロキソニンで それが和らぐなんて思ってもなかったんけど。あ、もうその痛さが、うん、ロキソニンって和らぐな。すげえな、ロキソニンってすげえな。いや、すごいす。人間の体どうなってんの。でもこれ、でもロキソニンで今動くからって動いたらあかんわけでしょ。だから止めてる痛みを、まあ、感じなくさせてるというか、うん、そういうことですね。どうなってんのやろうね。ね、どう、ね、でもロキソニンってどの痛みも大ですよね。頭の痛さから生理痛から、うこうなんてですか、腰というか、腰痛も、腰痛どうなってどうな何やし、どう、いやいや、ただただすごい。だって昨日も寝られへんかったんやから。あ、そんなに、うん、それでもロキソニン飲んで飲んで、しばらくしたらちょっとだいぶ和らいできて、はい、で今はまあまあまあ歩く分には平気かな。あ、昨日も歩くも嫌なぐらいだ。トイレに行きたくなったらもう憂鬱、もうトイレか、いやあ、トイレかーって出しちゃおうかなーみたいな。出しちゃおうかなーもういいんじゃないかなー、いいんじゃないかなと。で高畑さん見ても悲しなって。高畑さんね、そうですね、ね、もうびっくりしましたね。え、あのって思ったもんね。そうですね、あの高畑優太と思う。そうですね。え、どのって思って、まさかやったから、ね、まさかでしたね。携帯で僕最初見たんで、あれ、どう同姓同名というか、なのかなと思った。思ったよね。だから、あの高橋の時もそうやわ。あ、キングオブコメディーズの高橋さんのは。あの？あのってなるよ、本当に。なんやろね、なんでそうなんやろね。ね、なんなんですかね。もう、いやだから最初、だそのニュースを見た時に、なんでなんでがもう頭をよぎって。で、今ちょうどこう上り調子というか、すごい仕事もバンバン。なんでなんでがもう頭をめぐり、もう ないやん、そんなこと。そうっすね、うん、普通にそう考えてたら、考えてたらって行動してたら、うん、まあない。なんでホテルの人がにね、歯ブラシ持ってきて言われて、そうならんやん。ならないっすよ、うん、まず歯を磨きたい、磨きたいから、まあからだから、まあその計画性がないとしたらね、うん、歯ブラシを受け取ってそうなるってことでしょ。うそうですね。いや、もうわけわからんわ、あの事件。そう、なんか不明なところが多いというか、ね、なんか納得できないですよね。でも高畑さんのあの会見はなんか連なるわ。なんかこう自分も親としてさ、そうです、ね、そのまあ、あんなとこまでいかへんにしても、自分の娘が人を傷つけたり、なんかというか、今後ね、なんか起きたりした時に、自分は父親としてこうどういう、人のことで謝るっていうのってそんなにないやん。ないですね。うん、まあ、俺らの場合はまあ相方のことで謝るっていうことは多少ありますけど、まあまあ今までいっぱい謝ってきましたけど、俺は、よう考えたらないことないけど。そうですね。うん、ヒロ君、クロちゃんのことでだいぶ謝ってきたことありますけど、まあ今はもうね、ほとんどまあピン活動が多いので。そうですね、もう3人って言っても月に2、3で多くても、はいはい、うん、だからそんなね、一緒になることが、ね、でもあと謝る、人のこと謝るともう娘のことぐらい、まあ、そう今だったね、もし、うん、たら学校とかね、今度行き出したりとか、そうや、なんか喧嘩とかして ね、あるかも分からへんけどね、うん、その時に何やろう、娘を信じてあげたらええのか、そのそうです ね、何、なんか娘が嘘ついて私はやってないっていう状態があったとしてよ、はい、
それ娘をこう信じてあげるのか、お前嘘ついてへんかっていうのかそうとか、うん、どっちを責めれば、高畑さんのあれを謝罪を見てて、うん、いろいろ思ってたわ自分に照らし合わせたり。いや結構辛いですよね、親の気持ちとしてら。どうなんですこの間姪っ子、うん、おいっ子か、うん、3歳のおいっ子が、道で転んだんですよ、うん、道で転んだらその後ろを歩いてた、うん、女性の方が、うん、その子供につまずいて、うん、おいっ子につまずいて、うん、そのおいっ子を潰れる潰す形というかこう、うん、ベチャッとなっちゃったんですよ、うんうんうん、で目の上のところ切っちゃった。切りはしなかったものすごいタルコブというか腫れたというか女の人が、うん、うちのめいっ子が説明下手やなめいっ子っておいっ子ですね、ずっとミックスジュースさん。いやもうやめましょうやめましょう一旦、うん、そうそう、うん、ってなった時があって、うん、笑いすぎですよちょっともう、うん、ってなった時に、うん、やっぱ女性をこう、うん、責めたい気持ちもあるじゃないですか、うん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 、でも子供を叱らなきゃいけない部分もあって、うん、うちのその姉はですね、うん、やっぱ子供を叱ったらしいんですけど、うん、僕として見たら、うん、いやその女性の方を叱るべきじゃないかなって考えて、叱れないよ。あ、そうですか。親としては叱れないよ。あ、っだって女の人は妻、でも最初に娘さん息子さん、はい、息子、息子さんがつまずいたわけでしょ、はい、そうですね。でも子供ですよ。はい、子供。で女の人は、はい、なんでそんな状況なの。歩いててでしょ、走ってたの。歩いてて、僕もまあその場にいたわけじゃない。すごい近くで歩いてたの。すごい近くで歩いてたんじゃないですか。じゃないと止まれるもんね。つまずかないよね。つまずかないです。子供がこけちゃった。そうです、子供がそれにつまずいてその子供の上に覆いかぶさっちゃった。そうか、思いっきりちょっと、はい、いやでもそれは言われへんのちゃうかな、俺親としてそうなった時に。そうだ、もういやでも気持ちとしてはその、まあ、状況がはっきり分からへんけど、はい、いやなんでとは思うかね、止まれるやろうとは思うか分からへんけどでもそうそうそう、実際にでも子供がこけんかったらつまずかへんわけやから。まあそうですね。でも、うん、攻めれないでしょ。攻めれないんですかね。ほらだからこういうことですよ。これがその人それぞれの考え方なんですよ。だからね、自転車でもそうやし、歩道で子供がうわー言うて自転車飛ばしてるおばちゃんが、何よもうあんたもう脱ぎなさいよみたいな怒ってるけど、そのそもそも歩道でそんなギャン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 やっね、自転車乗ってることがおかしいねんけど、うん、向こうからしたら子供が歩道で遊ぶなよ。そうですね、うん、言い分として見てればそうです。 だからこれね、人それぞれの見解が、ね、見解がね難しい。だから難しいですよ。俺はもともとつまずかないかと女の人つまずいてへんわけやしって思うけど、うん、女の人気をつけたらええやんって思う特訓もいたりして、うん、これいやそんなだって、うん、ね、詰まって歩かなくてもいいじゃないっていうところ。でもそれどんな状況か分からへん。まあね、まあまあそうですね、うん、そうだからね、何とも言えないのね。子供は子供の遊んでるところでもそうやねんな。あ、遊ばしに行ってて、はい、うちの子が持つもん、あこれ僕の僕のって言って取ったりする子もいるわけ、うん、でも親が見てなかったりしたら、うん、うちの子ずっと見てたらもう取られっぱなしで、うんうん、とか、うん、そうですね、うん、ずっと例えばブランコ譲らへん子がいて、ね、で中には親が、はい、はい、10回やったら交代ねとか言って、うん、うちはそうしてんの。人来たらまあ、あ、はい、10回で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 おまけのおまけの汽車ポッポッポーとなったら終わりましょうポッポーで終わるのね。ありましたね、うん、僕も子供の頃ありました、うん、だこれで終わることにしてんねんけど、でいざ、変わってあげました、はい、で変わってさあその子にあのブランコ譲ったら、次の子が来ても、次のまたうちの子もう一回やりたいって言っても一回借りたもんは譲らんでみたいな感じの子もいるわけで、親が見ててもそれ何も言わへんかったり、なんか親も見てなかったりして、そうですね、ちょっと納得いかない部分もね、
結構ありますよね、うん、でまあ子供同士やからまあ当然喧嘩もあるやろし、そうですね、うん、たまたまポンと押したことが怪我につながることもあるからね、これは難しいね、難しいですね、高田さんもね、いや高田さんもそれも謝らなかった、いや謝らなきゃ、この今後の対処というか、う、今後だからね、役者としてとりあえず今月ね、いろんな地方行って舞台をやるらしいけど、うん、ね、借財って俺初めてそういう言葉を聞いたけど、いや大変やと思うわ、精神的にもフラフラしてたし、なんかもう下役んちゃうかなみたいな顔やもんね、あ、そうですね、うん、だからあの息子のやった罪っちゅうのはだいぶやで、だいぶですね、育ててもうて、でもう今22歳でしょ、22歳でもうご利用して打ってもない、こういう言い方でしょ、あれか、まあ、自分の実力もあったやろうけど、そうですね、でも自分の実力だけであんなにテレビ出るわけないし、高田さんの息子さんやからあんだけ出れたもんがあって、でお母さんもいろいろ頼んでくれたやろし、事務所もそうやし、あんだけ打ってもうて、何の苦労もなしに、自分の中では苦労や思ってるけど、そんなもん苦労ちゃうからね、まあそうですね、そんなもん血吐いても売れへんやつ売れへんやから、そうですね、くそほど努力してもそれをフォーンと売れて、いろんな役柄もうて、でんなもんね、日テレの24時間テレビのね、はいはいはい、あんなん誰も選んでくれへんかな、まあそうですよね、そんなことでもないと、ただの役者さんでは、ただのバラエティやってる芸人ではなかなかあの位置に行くまで22歳で行ってんすか、よれへんで芸人でも、いやなかなかもう、ね、世の中に浸透して、浸透して何年やねんな、ほんでねえ、ねえ、ほんとそうですよ、もうしてでもまあ4年とか5年ぐらいですよね、多分で強姦致傷っていうのはもう一番重いでしょ、みたいですね、性的暴力とはまた違う、ね、性的暴力よりも強姦っていうのは一番重い、まあ、なんかね、そう、なんかネットで、いやだから強姦っていうのは俺あれかなと思ったら、こう押さえつけたりとか、はい、なんかこう何かをしようとしてわっと逃げられても強姦なんかだと思ったら違うのよね、ん、 どういうことですか、強姦っていうのはもう最後の最後までってことですから、ああ、はい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 、うん、女性を一番傷つけることですからね、強姦致傷がついてる、まあ、だからそれで、はい、強姦をして怪我をさせてて、そうですね、もう一個罪が重くなるらしいのよね、あ、で相手があの処女の人であったりすると、はい、もう強姦の時点で強姦致傷になるんやって、あ、そう、そこも、あ、入るんですね、そう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 、ネットで見た情報なので、もしかしたら間違えてるかも、弁護士さんにね、直接聞いたわけじゃないので、はいはいはい、うん、僕のただのネット情報だけなんですけど、いや、これ、いやいや、どういう罪なんやろうと思って、いや、調べたら、なんかそうらしいので、あ、そうなんですね、これもう、その、余地ないよね、何も、まあまあ、そうですよ、うん、急ですよね、で、まあ、キャスター、じゃあ、なんかこう、聞く人が、え、なんかこの世界戻らしますか、とか戻らすわけないやん、あかんよそんな、ちょっとね、戻り戻れないで、戻られないですよ、これはええ感じせえや、これはちょっとね、しんどいですね、すいません、なんかもう怒っちゃいました、ね、いやいや、すいません、まあまあ、はい、トライアスロン、行ってきまして、また、ご報告したいと思うので、はい、楽しみに待っててください、以上、はい、安田大作、団地安田と、特訓でした。